ニセレンカ炭素は、チェイン2の化学式で表される、無機化合物である。黄色からオレンジ色の油状の液体で、刺激臭を持つ。二硫化炭素のアナログ化合物である。光感受性を持ち、水に不要で、有機溶媒に可用である。ニセレンカ炭素は、DH の対称性を持つ、直線上分子である。 セレン粉末をジクロロメタン蒸気と摂取550度近くで反応させることによって得られる。熱い環中でセレン化水素と4塩化炭素を反応させたグリムと滅側によって1936年に初めて報告された。二硫化炭素と同様に二セレン化炭素は高圧化で重合する。重合体の構造はセシーシーセの主冊を持っていると考えられている。 10号体は、室温で 50S、センチメートルの電動率を持つ、半導体である。さらに、ニセレンカ炭素は、有機半導体や有機超電導体の合成に、用いられるテトラチアフルバレンのセレンカアナログである、テトラセレナフルバレンの潜具体である。ニセレンカ炭素は、第2級アミンと反応して、ジアルキジセレのカルバミン3乗を生成する。ニセレンカ炭素は、 高い蒸気圧を持つ。毒性があり、吸入による障害を引き起こす。この危険性は、膜輸送が容易であることによっていると考えられている。貯蔵されると分解は遅い。商業的に手に入れる際は、効果である。ニセレンカ炭素は、空気と混ざるとひどい悪臭を発する。その匂いは、1936年に初めて合成された際に、 近くの村が避難させられたほどである。漂白剤で参加させることによって悪臭は中和される。ありがとうございます。